ったらポット入れてなかった。 Oh no。めっちゃ申し訳ないですけど、そこは無視しましょう。はい、今日の OOTD です。さっき話してた、これロンパー新しく買ったやつなんだけど、Are you am I のもの。めっちゃ気になる。ちょっとずれよ。真ん中に線あるけど、はい。このロンパーは Are you my で購入したものです。なんかさっき確認したらソールドアウトになってたから、もし買う場合は、まあ、なんか再入荷されましたよっていう通知が来るまで待つしかないかな。でも私は何ヶ月も待った。残念ながら。なんか今日は暖かいけど雨降るって言ってたから長袖にしました。で、髪の毛もハーフアップハーフダウンでやりました。いつもね、髪の毛下ろしててなんか漏れない時はこの髪型してる。これやった方がなんかめっちゃ準備するのに時間かけました。雰囲気が出るから好きなんですよね。でも実際は本当に30秒でパパパってできちゃうの、はい、下がねすごいバイカーショーツ風なのでそれも大好きなの。めっちゃ一回に私ディズニーでバイカーショーツ履いたら、お前なんかスクール水着みたいな着てんじゃんって言われて、そっからちょっとバイカーショーツ履かなくなったんだけど、まあもうそのいや人にどう思われるからもういいやと思ってもう履いちゃってます。はい。で、Oh my god、I got a new necklace. なんで急に英語、ごめんね。新しいネックレス購入しました。5月に購入したんだけど、先週届いて結構時間かかったんだよね。ゴールドのネックレス、まあチョーカーとしてもできる、長さ調節できるんで。で、ここの名前のところはイリーナじゃなくてデイジーにしました。で、デイジーって何って思う方もいらっしゃると思うけど、私のミドルネームで、ここのピアス、友達からもらったものなんだけど、E があんの、イリーナのイニシャル。なんで、イリーナイリーナだとちょっとあれかなと思って、ここだけデイジーにしました。この後、駅に行く前にコンビニに行って、メルカリの荷物を発送してから、友達と会いに行きたいと思います。今日は、なんかぶつけちゃった。はい。まあでも、こういう感じでーす。いやー、すごい。めっちゃ揺れちゃって、申し訳ないんですけど、あと、鏡汚くて申し訳ないです。OK。はい。部屋に戻ります。今日朝、部屋綺麗にしたんですけど、Oh my god! 汚くなってきたんだけど、What?なのにこういうのない？同じ日になんか綺麗にしたのに、まあ何時間後とか何分後にはもう汚いの。 Oh my god、 めっちゃ席が。ランチは友達のせんやと一緒に2人の大好きなレストランに行きました。 Hi guys、 前お話しした時から2日か3日ぐらい経ったかな。で、髪の毛が違うと思うんだけど、実は昨日もまた島に行ってタッチアップをしてもらいました。なんか夏だからいつもと違う髪の毛をしたいなと思って、本来はなんか全体的というか所々に太めのハイライトを、なんかブロンドのハイライトを入れたかったんだけど、でもいつもお世話になってるスタイリストさんのあやたさんが、この前髪のハイライトの方が似合うと思うよって言われたんで、これにしました。で、色はもう本当にお任せしますって感じで、自分何色が合うか分かんないし、もう何でもやってくださいって言って、はい、これになりました。色落ちしたら結構明るめのブロンドになると思うんですけど、今はちょっと紫っぽくなってるの で前からすごいね、紫とかブロンドに挑戦してみたかったので、めっちゃ今楽しいです。で、後ろが結構暗めです。もうあやとさんマジで神で、産毛とか染める時もめっちゃ大変そうにやってて、すいませんって感じだったの。それの動画はあとちょっとで載せるのでお楽しみにしていてください。で、今日の予定としては、ジムに行って、今ジムウェア着てるんだけど、ジムに行って何じゃない、お昼は外で食べるかどうか分かんないけど、その後に YouTube の編集とかして
はい、から帰ってきたいと思います。全然編集はねお家でもできるんだけど、なんかカフェでやった方が集中できるので、まあいつも行ってないんだけど本当にたまにしか行かないようにしています。ちゃんとまだお話できてなかったと思うんですけど、私の YouTube の投稿日は毎週火曜日と金曜日の2日間じゃなくて、まあ、不定期にしていこうかなと思います。最近お休みすることが多くて、まあ、精神的にちょっとお休みした方がいいかなっていう時もあったり、あとこの前熱出ちゃって、ちょっと大変でした。熱も治った後すごい体も疲れてて、ちょっとマッサージに行こうかなと思って、実は4日前ぐらいに行ってきたんだけど、あとマッサージしてくれた方、マッスースって日本語で言うかな、まあ、あのやってくれた人が、あの体全体的に凝ってますね、特に腕と足って言われて、あ、はい、やっぱり黙ってそうだね、なんか体全体的に凝ってるから、なるべくなんか温めてあげてっていうのを言われたし、そうだね、まあそれちょっと関係ないけど、久しぶりにマッサージ行けてよかった。ちょっとあの話ずっちゃったけど、毎回皆さんに今日載せれませんって伝えるのもなんか申し訳ないと思ってたし、動画を楽しみにしていただいてるのにギリギリにそうやってあのご報告するのもあの失礼かなと思って、まあ自分だけで決めれることじゃないし、事務所に入ってるんで YouTube の事務所の方とメインの事務所の方たちと、お話ししたところ、不定期投稿をすることにしました。はい、なんでこれから、投稿日とか少しだけ、少なくなるかもしれないんですけど、なるべく週2でやっていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、で今10時で10時7分に、電車が来るので家出たいと思います。 So we're doing how much? Squats? Yeah. 40 kilos 12 reps And 1 2Let's go! I see you, come on! Whip it!